はい、というわけでプレイしていきたいと思います。 7 days to die。 一応こっちまで帰ってきました。で、地下行きましょうか。で、今日アルファ、お、大丈夫だよね。アルファ16の B119 が出ました。で、右上見ていただけるとわかるんですけど、パチ当たっております。で、いろいろ変更点がありまして、本当は、やっぱニューゲームやらないといけないです、本当はね。なんで、もしやってる方がいたら、セブンデイズトゥダイ、できればニューゲームやってください。できればね。で、私はめんどくさいんでやらないっていう人に言っといてね。で、なんだっけ。そうそうそう、ニューゲームしてくださいっていうので、メインな変更点、なんでニューゲームするかっていう点で、大きいのは、あれです。こっちじゃないよ。あれが追加されました。スカイスクレーパー。なんだっけ、高層ビル。高層ビルに、なんかちょっと変更が加わったみたいなんで、それが多分、見るためには、更新しないといけないでしょう。というわけで、これ壊そうか、まず。で、変更点説明していきますと、何があったかな？シルバーナゲットかよ、こんだけほっといて。いや、シルバーいらないっす。で、俺は知っている。こっちに、隠し財産があること。うわ、びっくりした。で、痛い。死ぬ。死にたくない。やっべ、お腹空いてんじゃん。俺。何こいつ、攻撃。で、いろいろ変更あったんですけど、これ食べる。でも変更点の中で、ゾンビの音が気づきやすくなりましたみたいなノーティスボールとか書いてあるんだけど、正直やってみて、そんなことなかったです。お昼ライブやってたんですよ。お昼というか夜までなんだけど。で、実際変わったのかわかんない。気づきやすいのか。普通に、は？なんでお前ら復活してんだよ。おかしいだろ。別のゾンビが復活してるんだけど。おかしいって。ハイタッチじゃねえよ。もう一回新しいゾンビいねえだろうな。コンポジット棒のレシピ来た。これで組み立て直せるね。で、大きい変更。うわ、こっち。戦火よ。硬いのになったな。ここの下にね、隠しがあるんですよ。で、体感温度の変更が、ゆっくりなりました。え、これダイヤだよね。これ多分ダイヤだと思います。とりあえず掘ってみるけど。じゃあその間にパチノート読んでいきましょう。本当はまとめて読んでって前言われてたけど、結局バラしてないな。もう時間がないんで仕方ないです。とりあえず今これを叩いてる間に読んでいきましょう。もう最初からいくか。アデドっていうので追加で、ニューボアサウンドトゥーボアというわけで、イノシシにイノシシの音が追加されましたよと。で、次がランダムブレイクインクリエイト&シークレットスタッシュクリエイトトゥーサムロケーションというわけで、壊したらなんか何かが出てくるクリエイトとか、あとシークレットスタッシュっていう
まあ隠し財産的なものが、いろんなところに何箇所かに追加されましたよっていうのがあります。で次チェンジド変更点ね。サウンドイズアビットモアノーティスブル。これが先ほどのゾンビの声つか音が気づきやすくなったよっていう、これ3つあるね。でこれはちょっと実感わかなかったです俺は。で次クリエイティブウィンドウチェンジドトゥショーダユースフルアイテムフォープレイヤーアウトサイドオブデブブロックというわけで、まあなんかクリエイティブモードやった時に、あ出た、ダイヤモンド3つ出ました。シルバーも出たね今ね一緒に。そうなのかい、そうなのかい、シルバーとダイヤもう一個同時に出るのかい。同時に出ると思わんかったね。じゃあバッチガム壊してみようか、もしかしたら同じブロックだったかもしれない。壊してみよう次がプレイヤーの体感温度の変更がゆっくりになりました。でもアルファ15よりは早い状態ですよって。なんで B113 よりゆっくりになったっていうだけです。次インクレースドインサルションオブスカルキャップ、これわかんないやつです。私にはスカルキャップってなんか装備かな、わかんないです。多分スカルキャップのこの温度のやつがインクルースドって変わったのかもしれない。で次がコンクリートブロックユーズだレインフォースドコンクリートアイコン、コンクリートブロックがレインフォースドコンクリートアイコンを使うようになったらしいです。でもレインフォースドじゃないんだよねこれ見た目。レインフォースになっている？わかんないね。で、次が、レデュースド、違う。リムーブド、アドビレシピ、アンドブロック。あ、そうだ、なくなったって言ってたね。あ、本当だ、なくなった。これもなくなりました、アドビのレシピとかが。ペイントしろってことでしょう。何？シルバーだけ？シルバーだけだな。もっと隠し財産なんかやな、どっかに。ない、ない。これ掘りながら俺話すのがいいわ。起きちゃった。あるね。これ違うな。ついちゃったって。これ食べながら次行こう。リムーブドアドビ、クリアメッセージフォームアンネーブルトゥリペア、リペアできませんよっていうメッセージを消したのかな。で次がオールステーションファウンダートレーダーズナウハブアレアチャンスとビーワーキーというわけで、あのトレーダーにあるあのフォージとかワークベンチとかあれもほとんど壊れてる状態になるみたいです。で時々使える状態のがあるよみたいな感じになりました。そっちの方がね今フォージ作らなくていいみたいな、全部作らなくていいっていうのは面白くないもんね。フォージもだし、なんだっけ他に。全部だよ、とりあえず。フォージもミキサーも、ワークベンチも作らなくていいとかいうのはつまらなさすぎだもんね。なんで、それが壊れている状態になりました。で、時々壊れてない状態になるみたいです。
で、次が、どこまで読んだ。キャリパー、ノーロンガードロップインダゲーム。というわけで、キャリパーがなくなりました。その代わり、なんか、ルツボみたいなやつが追加されています。フォージも。これ。これです。作れるんだね。レシピあるんだね。これが、バレットプルーフっていう防弾ガラスとか作るときとか、スチール作るときに必要です。へえ、こういう材料だったんだ。知らんかった、そこまでは。ライブのときに気づかなかった。で、次が、待って、インベントリーいっぱいやな。一回帰るか。次がね、キャリパーがなくなったっていう、あれ何ここ、キャリパーのものがクラフティングスチールインゴットはブラッドプルーフ、これさっきの説明したやつだね。ルズボが必要になりましたよっていう、あれで、マチェットのレシピ分かりやすくなりましたよっていう。マジェットがね、どこにあるか分かりにくかったのが、本当はウェポンスミスのレベル10で取れてたんですけど、この新しいスキルになりました。ウェポンスミス10必要で、マジェットクラフティングっていうスキルが追加されました。あれ、これも、じゃあこれ掘りながら行こう。ダイヤモンド持ってるから大丈夫だよね。とりあえずこれ捨てとくか、念のため。ファーストエイドキットが、ケミカルステーションで作るようになりました。で、ファーストエイドバンテージが、ヒール回復速度がこれね、ファーストエイドバンテージの回復速度が遅くなりました。で、タザーズアックスっていう、俺置いてきちゃったな。レアの斧があるんですよ。記念スタッシュみたいな、なんかアパチチェストから回収できる。あれにアイコンが追加されました。で、次。バーニングバレルが作れなくなりました。次。ペイントツールデフォルトトゥアテクスチャーダットイズントロックド。というわけで、ペイントツールがデフォルトでアンロックされてないやつだったの。テクスチャーを選択してたのが、変更になりました。なんで、すぐ使えるようなテクスチャーが選択されているっていう状態。で、次。Some minor improvement to three of the skyscraper。スカイスクレーパーで変更、3つとも変更がありましたっていう、これさっき言ったね。で、次。ダイヤウルフ、ノーロンガー、チェイスゾンビ。アンドギブアップ。というわけで、ダイヤウルフっていうでっかいウルフ。あいつらがゾンビを追っかけなくなりました。で、ギブアップタイムっていう、人を追っかけ続けて一定時間経ったら諦めるのがあるんですけど、それが45秒から30秒になりました。で、インプルブドビジュアルフォースローイング、モルタブ。なんか確定とか石とか、カクテルとか石とかを投げるときの視認性が増しましたっていう。わからんな。何がどう変わったかわからんな。邪魔。レスラグアフタースローアウェイっていう、投げた瞬間に飛んでいくってことなのかな、さっきのは。前はラグがあったのかな。次。スロードハウファーストプレイ、プレイヤーの体温の変化がゆっくりになりましたよっていうのだね。
slightly increased economic prices of heavy armor and steel item。 ヘビーアーマーとスチールのアイテムの販売価格が高くなりましたって、気持ち高くなりました。で、reduce the how many animals there というわけで、動物の数を減らしました。で、rebalance the requirements of main progressionマイルストーン like コンクリートミキシング。コンクリートミキシングとかのスキルの必要が変わったのかな？いくつだったか前覚えてないけど。これかな？もともと何だったか覚えてないけどね。とかの調整しましたと。ペインティングダインサイドオブウッドフレーム。ウッドフレームの内側を塗ることができるようになりましたよと。ペイントオールを使えばできるっぽい。You can build on pressure plate。 プレッシャープレートの上に建物を建てるようになったのかな、ビルド、うん、多分ね。というわけで次、フィックス、修正ですね。修正は、一部の壁にブリッジコンクリートが使われて耐久度が強すぎたやつを直しましたよと。で、ミニバイクのシャーシが、これどっちかがわかんないんだよね。ミスククラフティングになったのか、な、多分。それか逆でミスククラフティングからサイエンスになったかどっちかわかんない。多分ミスククラフティングでしょう。おお、いいね。いいね。お金いいね。おっと、開かれないぞ。で、次が。あ、水没しちゃった。ゾンビが騒いでるんだ。どこだ、わからん。壊してる音がする、すごく。よいしょ。あと雨が降らなくなったとかもありますね。雨降りすぎてたんで雨の量調整しましたみたいなのありましたね。一気はオンリーレイン。そう、雨降りすぎでしたっていうやつ直しましたっていうのと、コンクリートサポートがちょっとおかしかったっていうやつと、ウェットコンクリートサポートがね、ちょっとおかしかったらしい。と、スネーク、夜と昼の歩く速度を一緒にしましたって、ヘビの。もともと違ってたんだねっていう、気づかなかったね。ユーザーオプション移入を変更できるようになったのかな。なんかメインメニューで変更、うい、はいはいはい、待て、びっくりした。そういう時間かよ、びっくりした今。そうかそうか、今そういう時間か。変更できるようになってましたよって。あとバルチャー、ハゲタカが、昔は、なんだっけな、ゾンビドッグの攻撃を利用していたらしくって、めちゃくちゃ火力あって、もうね、やばかったんですよ。でもそれが、ちゃんとバルチャー用の攻撃になって、攻撃力が下がりました。で、出血もしにくくなりました。その代わり、感染する確率が上がりました。
ここだね、さっき殴ってたの、多分。違うな、これ俺回ってきたね、一周。で、次。まあ、表記ミスを直したりとか、ブレードトラップの売り値がついてなかったのを直したりとか、これ下行ったらゾンビいっぱいいるな。ちょっとやだね。帰ろっか。何しに来たんだっけ、もともとこっちに。鉄取りに来たんだっけ。そうだよそうだよ。鉄がなくね。あ、これだよこれ。何ここ、鉄もある。で、次が、あと開始した直後にね、なんかね、グラフィックの設定が元に戻ってたかも。なんで直さないといけないかもしれないです。と、次が、ウェットコンクリートランプのコーナーがちょっと間違ったモデルを使ってたよって。別のが出てたんでしょう。スポーンゾーンが安全になりましたよと。初期スポーンだね、多分ね。湧いた直後にゾンビに出会わなくなったんでしょう、一定範囲で。ワイヤーツール can be used to find weak。 ワイヤーツールを使って他人の拠点の弱いポイントを探せてたんだけど、それを修正しましたよって。掘っちゃうか。こんなもんかな。スリーパークローラーがすん、あの、這いずりゾンビが突っ立った状態でスリープっつうか、スリーパーとして出てたやつも直しましたよって。そうだよね、スリーパーゾンビが突っ立ってることだったもんね。これ12時間に合わないな、この動画。仕方ないね。あとは Linux とか。ウッドフレームがフォーカスしにくかったのを直したとかね。確かにね、ウッドフレーム大きくなってますよ、フレームが。なんで、なんかバグってるんだけど、さっきから。なんだろう。ほら、見て、フレーム。熱くなってる、外側が。で、次が。クオリティ上がリログした時に壊れてたのを直しましたよって。プレイヤーキャンラプッシュインサイドオブベア、クマの中に入ってったのかな、プレイヤーが。それ直しましたよと。ランニングゾンビラリーブロックユーザー、コントローラーイズントアローイミニバイクトゥドライブ。コントローラーでまともに走れなかったのかな、まっすぐで。それも直しましたよと。
ディスタントウォーター、遠くの水がテクスチャーなくなってたのを直しましたよと。鉄あった。コンバインにリミットが追加されました。ワークステーションでニコイチするやつですね。それに上限がつきましたと。次が。こんなもんかな。特にない気がする。多分もうないでしょう、必要なのは。というわけで、じゃあ今回ここら辺で終わりにしましょうか。パッチの音読んだし。まあまあ、私の中で大きいのは、トレーダーで、ワークベンチとか使えなくなったの。それはありがたいことだと思います。で、どうしよう、ニューゲームしないといけないんだけどな、本当は。ニューゲームしてほしいかしてほしくないかはコメントでいただければ嬉しいです。スカイスクレーパーっていう高層ビルの変更点ちょっと見に行きたいっちゃ見に行きたいんですよ。どうしようかな。こっちもなんか隠されてるね。いや、ノーイシューってもう、すでに、運営が把握してるバグで。あ、そういえば、クローラーゾンビが、クローラーつかスリーパーが、ハンテッドになるっていう、隠れてもね、スリーパーに見つかって隠れても、ハンテッドが消えないっていうやつも直しましたっていうのがあった気がするんで、多分直ってます。ロードイッシュ、ロードが問題とか、ゴアパイルデュープっていうのはまだできるらしい。特にないかな。ウェットコンクリートが乾かない問題が発生してるらしいね。こんなもんだと思います。というわけで、これまで壊したら終わりにしましょう。ね。他になんか忘れてる？ああ、アニマル、動物がね、遠くから攻撃されても気づかないっていう。あ、なんか出たぞ。オールドキャッシュ、オールドキャッシュ。シルバーナゲット、拾えないだと。マジかよ。よいしょ。よし。というわけで、じゃあ今回ここで終わりにしたいと思います。ゴールド拾ったからよかったね。じゃあ、ありがとうございました。セシカでした。